やっぱり私も新しく何かできることがないか探してみるよ。それをエスカが望むなら良いのではないでしょうか。ありがとうクローネ。ちょっと一人で考えてみるね。さてと、何かを新しく始めるならどんなことがいいんだろう。でも今の仕事も楽しいのにわざわざしたくなるような他のことなんて本当にあるのかな。こういう時に相談できる人といえば、心当たりがある人は何人かいるけど、どの人がいいだろう。うん、決めた。早速聞きに行ってみようっと。なるほどね。それで二人して私に相談しに来たの。いろいろ考えたんですけど、中央技術局に行ってまでやりたいことはもうないですからね。スレイヤさんはこれからもずっとこの町で調査を続けるんですか？そんなわけないでしょ。私もこの機会にそろそろ中央に戻ろうと思うの。へえ、こっちでやることが終わったからですか？ええ、これから向こうで山ほど追加資料をまとめないといけないし、ここは調査には向いているけど資料を取り寄せるのが面倒なのよ。そうね、それなら提案なんだけど、あなたたちも歴史研究を始めてみない？私たちもですか？スレイヤさんみたいな知識は全然ないですけど。何言ってるの？私の調査にあれだけ付き合ったのよ、二人とも助手。いえ、研究仲間としては十分に優秀だわ。そうなのかな。歴史研究家か。誰にも解き明かされていない歴史の探究か。それも面白そうだな。あなたたちならきっといい研究家になれるわ。それでよかったら私と。ねえロジ、後でこの部分の構成お願いできるかしら。ええ、大丈夫ですよ。こっちもちょうどチェックが終わったところです。助かるわ。さてと、あともう一山終わらせないと。スレイヤさん、ロジーさん、食事はどうしますか？もうできてますけど。あら、もうそんな時間？悪いわね。後で食べるから置いておいて。そんなこと言ってしばらくまともに食べてないじゃないですか。今が追い込み時期だからな。悪い、一口もらうぞ。はい、どうぞ。あ、うん、うまいな。また腕が上がったんじゃないか。家事ばっかやってたらちょっとは上達もしますよ。それで学会には間に合いそうなんですか？正直微妙なところね。こっちが出すのは親切だから、それなりの資料を用意しないと他の連中への説得力が足りないのよ。それにこっちが用意した資料にはいちいち噛みついてくるし、これだから古い学説にしがみつく連中はダメね。自分たちが大した発見もできないから私が怖いのかしら。実際怖いですけど。何か言った？はい、何でもないです。向こう側が納得しないことなんて分かりきっていたことでしょう。裏付けを多く用意するしかないです。そうね、この新しい学説が認められれば学会もひっくり返るわ。あと数日の辛抱よ。最後の一踏ん張りだと思って頑張りましょう。え？何言ってるんですか、スレイヤさん。学会は明日ですよ。明日？ちょっと待ってちょうだい。今、明日って言ったわよね。どういう意味？いえ、
だからもう出かける準備をしないといけないんじゃ。嘘だろ、まだ数日残ってると思ってた。すぐに予定を変更しないと。エスカ、悪いけどちょっと手伝って。この論文今のままだと絶対に間に合わないのよ。私内容はあんまりわからないですよ。文字を読むくらいできるでしょ。お願い、口論してる時間も欲しいの。ここまでは全部ロジーがチェックしてくれてるから、あとのチェックはよろしくね。無理ですよ。スレイヤさんの論文ってすごく難しいじゃないですか。ロジー、その部分はもういいわ。これ全部頭から読んで意見をちょうだい。あの、俺も無理って言っていいですか？あら、あなたほどの男に無理なんてあるのかしら。仕方ない、今日も徹夜だな。そう言いながら私の無茶を聞いてくれるのはあなたたちだけよ。みんな離れてしまうのにここまで手伝ってくれるなんて。何ですか、スレイヤーさん、まだ何か仕事がありますか？これが終わったら二人とも食事に連れて行ってあげるって言ってるのよ。頑張ってくれてるし、そのお礼にね。本当ですか？スレイヤーさんの連れて行ってくれるお店ってどこも美味しいから楽しみです。もちろん奮発するわよ。さあ、締め切りまであと少し、全力で行きましょう。